皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝俊です。今日は7月5日土曜日。そして今日の聖書の箇所はマルコの福音書2章の13節から22節まで。そして今日のテーマは条件や伝統を超える福音の恵み。今日は皆さんとご一緒に福音の恵みについてご一緒に教えられまた学んでいきたいとそう思います。マルコの福音書2章13節から22節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。収税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来て言った。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか？花婿と一緒にいるときは、断食できないのです。しかし、花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。今日も引き続いてマルコの福音書から教えられていきたいと思います。特に今日のテーマは、福音の恵みです。イエス様の時代にもまた現代でもなかなか理解されないのが福音の恵みです。恵みとは、それは受ける資格のないものに与えられる神様の祝福のことです。
ですから資格が必要だと考える人にとっては全く理解できないいい加減な教えとしか映らないでしょう。資格がないものが与えられる、そんなことはありえない、そんなことがあってはいけないと考えてしまうからです。恵みとは一体どういうものなのでしょうか。でもこの恵みこそが神様の方法なのです。それというのも、そもそも神様の前に恵みなしに立てる人間など一人もいないのですから。だからこそ恵みはどうしても必要だったのです。ただそれだけでも自分は神様の前に立てると言い張る人がいます。そしてもう一つのタイプの人、それは立てない自分を認めるものです。この二種類の人がいるだけです。つまり本来神様の前に恵みなしに、つまり資格があって立てるという人はいないということを私たちは知らなければなりません。聖書の言葉17節を読みます。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとイエス様はおっしゃいました。つまり神様の前に本当に正しい人は丈夫なものと言われる人と言えるでしょうね。しかしもし丈夫であるならば医者は必要ありませんよね。でも神様の前に本当に正しい人、そんな人は一人もいません。まさに丈夫な人などいないのです。だからこそ正しい人を招くためではなくというのは、これはまさにイエス様の皮肉だと言えますね。正しい人などどこにもいないのです。イエス様は罪の許しと救いを必要としない人など一人もいないと言っておられるのです。このことを私たちはまず自覚しなければなりません。そうでないと恵みというものがわからないのです。福音を受け入れるか、また自分の考えに生きるか、つまりこのどちらかを選択しなければならないとき、あなたはどちらを選びますか？多くの人は自分の力に頼り、自分の考えによって自分の人生を新しくするという、特に日本人は人に頼るとか、また何もしないのにもらうということに抵抗を感じますよね。だから恵みを素直に受け取りにくいという傾向があるのも事実です。22節にはこんな言葉が書いてあります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのですと書かれてありますね。またもう一枚めくっていただいた御言葉からご一緒に見たいと思いますけれども、下の方にある箇所です。ちょっと読んでみます。古い皮袋のようなユダヤ教の形式的な立法主義では、新しいブドウ酒のような福音を受け入れることができません。生命力のないユダヤ教の教えに福音を無理やり結びつけようとするなら、大きな副作用やまた弊害が生じることでしょう。宗教的な形式主義を捨て、貧しい心で救いの福音を受け入れなければなりません。アーメン。形式主義には本当に人を救う力がありません。だからこそイエス様は新しいブドウ酒のような、まさに生き生きと息づく命の福音を私たちにくださったのです。でも私たちは自分自身の古い皮袋がその新しいものを入れることができないという事実に気がつかなければなりません。イエス様はユダヤ教に無理やり新しい福音の命を入れようとはなさいませんでした。なぜならばそれは古い皮袋を新しいブドウ酒が破ってしまうからです。膨張する力が強い新しいブドウ酒をもう伸び縮みしなくなってしまった硬い古い皮袋に入れるとどうなるでしょう。イエス様がおっしゃった通りに袋は破れてしまいます。袋を台無しにしただけではなく、中に入れた新しいブドウ酒もこぼれて台無しです。どちらも台無しになるようなことをイエス様がなさるはずがない。
そうおっしゃったのです。つまりイエス様はユダヤ教にイエス様の新しい命を無理やり押し付けはなさいませんでした。彼らが選択したのです。そして彼らは古いものがいいと言ったのです。だからこそ自分の努力と熱心と真面目さによって救いを得ようとする努力、その道を選んでしまったのです。これは恵みとは正反対です。つまり律法による救いの道を選んだのです。でも恵みとは何か。それは正しく生きることができない、そして神様の前に立てるような人間に到底なれない、そんな自分を認めて、神様助けてくださいと、そのままありのままで神様の前に出るとき、イエス・キリストの十字架による贖いが私を覆ってくださるのです。そして私は何もしなかったのに、イエス様がしてくださったことを全部私がしたことと見てくださる、これが恵みなんです。私は何もしていないのに、ただ与えられただけなのです。憐れみによって、愛によって。この恵みがしっかりわからないと、私たちは福音の本質を知ることができません。そしてこの恵みは私たちが救われた時だけに適用するものではありません。今もです。どうぞ間違えないでください。イエス様を信じた時は何もかもしてくださった、だから救われた、でも今はもう救われたんだから、頑張って祈って聖書を読み、そして熱心に伝道しなければならないと、また戻らないでください。今も恵みの中に生きるべきなのです。私たちに与えられた福音は、今もそしてこれからもずっと恵みの福音なのですから、私たちはこの恵みの中に生きるようにと招かれています。どうぞ福音の恵みの中に生きる皆さんとなられますように。今日の古いカバー袋のメッセージ、これはクリスチャンでない方だけへのメッセージではありません。それどころか現代の私たちにも重要な意味を持ったメッセージです。いつの間にか教会活動が形式化していませんか。また習慣的に繰り返すだけになってはいませんか。いつの間にか私たちの心と思いが、カバー袋が古くなってしまって、そしてイエス様の生き生きとした命をもう受け止めることができないほどに固まってしまうならば、今私たちは聖霊様によって新しくしていただきましょう。私にはできません。でも聖霊様にはできます。この方にお頼りしましょう。一言お祈りいたします。天の神様、私たちは自分自身の力で何とか神様の前に受け入れられるものになりたいと、またならなければと、どうしてもこんなふうに考えてしまうことが多いものです。でもイエス様おっしゃいました。私の恵みは今も後もずっとあなたを導くと、あなたご自身のこの命の福音に生き生きと生きる私たちとならせてください。イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。神様の祝福がありますように。 Thank you.